コメディとはまでは言わないですけれども、うん、楽しげなお話でしたね。そうなんですよ。私ね、歌舞伎が大好きな友達から、うん、歌舞伎っていうのは心中復讐人違いで殺されるみたいなことを聞いてていや間違いではない間違いではないですけれどもお友達 の、 その趣味趣向が、ね、違う。そうその三本柱だみたいなことを聞いてたんで、はい、今私どっかで誰か殺されると思って、この高槻というお芝居殺し一切ありませんで楽しい、はい、出てくるものは桜とお酒と下駄ですね。桜とお酒と下駄、あ、なんかいいですね。春って感じ。そう、春の最初の公演にふさわしい、まさにその春を感じられる作品ですね。なるほど。その下駄があれですね、資料にあったそのダップダンスにつながっていくわけだ。そうなんです。それは人が死ぬのにタップダンスしたやばいぜ